ネット競馬ニュースフラッシュ、皆さんこんにちは。3月18日金曜日、本日のニュースを担当いたします、大岡の奇跡、もちももみです。それでは本日のニュースです。ももみの血筋の道筋。このコーナーは血統勉強中の私と血統での穴馬予想を一緒に学んでいこうというコーナーです。今回は3月20日日曜日、阪神芝3000メートルで行われる阪神大賞典から探していきたいと思います。予想オッズで人気を集めているのが、昨年の阪神大賞典覇者ディープボンド、連覇となるでしょうか。前走万葉ステークスで勝利を挙げたマカオンドール、前走の勢いのまま勝利となるでしょうか。昨年阪神大賞典2着のユーキャンスマイルは前走有馬記念9着から挑みます。今回注目の血筋はこちら、トニービン持ちの馬に注目。トニービンは瞬発力に優れており、特に母系に入るとスタミナも特徴な血統です。阪神大賞典の過去好走馬を調べてみると、トニービン持ちの馬が多く好走していることが分かりました。出走予定馬の中ではトニービン持っているのがアドマイア・アルバ、キング・オブ・ドラゴン、ゴースト、ターン・アップルトン、シルバーソニック、大聖モナーク、ダンビュライト、マン・オブ・スピリットでした。以上の血筋を踏まえた私の注目穴馬を4頭ご紹介したいと思います。まず1頭目はこちら、キング・オブ・ドラゴンです。ハーツクライ3区、母父コロナドズクエストのキング・オブ・ドラゴン。今回注目の血筋、トニービンの血を持っており、阪神大賞典で相性が良く長距離が得意なハーツクライ3区です。前走湾岸ステークスでは6番人気ながら見事逃げ切り勝利、1勝クラス勝ち上がるまで少し苦戦していた様子ですが、1勝クラスを勝ち上がってからは金走とても調子が良く追いかけたい存在です。続いて2頭目はこちら、ゴーストです。ハーツクライ3区、母父孤児院のゴースト。今回注目の血筋、トニービンの血を持っており、阪神大賞典でとても相性が良く長距離が得意なハーツクライ3区です。ハーツクライ3区の特徴として、距離短縮時に好走することが多く、ゴーストは前走3400メートルでしたので今レース距離短縮となります。金走不調ではありますが、晩成型も多いハーツクライ3区ということも含め注目です。またゴーストはいつも可愛いお化けの髪飾りでおめかしをしていて、私はいつもその可愛い姿も楽しみにしてレース観戦をしています。よかったらそこにも注目してチェックしてみてください。続いて3頭目はこちら、シルバーソニックです。オルフェーブル3区、母父トニービンのシルバーソニック。今回注目の血筋、トニービンの血を持っており、阪神大賞典で過去好走が多いノーザンダンサーのクロスも持っています。また母系にトニービンが入っていることでスタミナが濃く、スタミナが重要な今レースでは個人的にとても気になる血統です。前走万葉ステークスでは僅差で3着、金量差なども考えると本レースでの巻き返しは十分可能だと感じましたし、今回とても楽しみだなと思いました。最後に4頭目はこちら、ダンビュライトです。ルーラーシップ3区、母父サンデーサイレンスのダンビュライト。今回注目の血筋、トニービンの血を持っています。金走不調ではありますが、毎回毎回見せ場がしっかりあり、ワクワクしながらいつも応援させていただいています。距離が少し長いのかなという気もしますが、過去菊花賞ではしっかり5着と好走していますし、こなせるのではないでしょうか。
8歳ですが負けずに頑張ってほしいです。先週は金庫賞フィリーズレビューでしたね。皆さん結果はいかがでしたでしょうか。はい、私はというとステラリア、レイパパレを中心に馬券を組み立てていたんですけども、ステラリアは残念ながら展開無活で、また次走に期待しています。馬券的には1着ジャックドールが抜けてしまい的中ならず。的中した皆さんおめでとうございます。私の最近の馬券事情なのですが、最近なぜか1着抜けが多く、馬券の取り損ねがすごく多いので、今週は抜けがないように的中させられたらいいなぁと思っています。天皇賞春につながる長距離戦の阪神大賞典、果たして勝利をつかむのは一体どの馬でしょうか。今週も皆さん競馬を楽しんでいきましょう。以上、本日のネット競馬ニュースフラッシュでした。